どうもチーズボーイです。とろーり。さあ今回ですね、マクドナルドさんの期間限定メニューアメリカンデラックスというのを今やってまして、そこがなんとね、もうチーズ祭り、チーズ天国みたいになってるんですよ。さあこちらです。ババン、アメリカンデラックスチーズビーフです。さあもう名前からして美味しそうなんですけど、ね、ちょっと見てみましょうか。こちらチーズになってまして、アメリカンデラックス、デラックスチーズビーフ、横にもうチーズ濃すぎって書いてあるんですよね。オープンしてみましょうか。こちらです。ダダン、わー、おいチーズ。この上にまずこの粉チーズがねかかってるみたいなんですね。パンの上には特製の粉チーズ、そして中にはスライスされたチェダーチーズ、そしてさらに濃厚なチェダーチーズソースというね、このチーズがトリプルで入ってるというね、今回アメリカンチーズデラックスビーフという風になってるんですね。では早速食べてみたいと思います。うわーすごいボリュームが大きいですね。この肉厚もこれすごいですね。ビーフパテがこんなにありますよ。7ミリぐらいこれあるんじゃないですかね。食べ応えありそうです。早速いただきます。おいチーズ、チーズの味が濃い。なんすかね、この上の粉チーズもそうですけど、中のチーズソースがもう濃厚 でチェダーチーズの味もしっかりガツンと入ってきますし、チーズの味が本当に強く残るね。これチーズ好きにはたまらないハンバーグになってますね。レタスのシャキシャキ感がね、これアクセントになって食感となって残ってていいですね。うん、本当の今までのマクドナルドのハンバーガーが一番僕好きですね。でスモークベーコンもいい、合うなこれ。なんかアメリカの本場アメリカのハンバーガーを食べてるみたいですね。おいチーズですよこれ。完食です。いやー美味しかった。いやアメリカンデラックス、デラックスチーズビーフ、思った以上のボリュームで、結構これ1個でねもうお腹パンパンになるぐらいありましたし、あともうチーズ大好きな人、これもう嫌いな人いないでしょう。それぐらいチーズの味がねとにかく濃く楽しめる味でしたね。これはぜひぜひおすすめメニューになっております。期間限定ということなので、ぜひマクドナルドへお急ぎください。おいチーズでした。チーズボーイチャンネル登録よろしくお願いします。